皆さんこんにちは、日刊 NHK の看板娘です。大家好、我是日刊 NHK の小荣、のんちゃんです。上海、やっと暖かくなってきましたね。はい、たくさんの花が咲いていて綺麗だと先生がよく言っています。ロンちゃんもこの前公園に行ってきたって言ってたね、うん、今はどんな花が咲いてますか？春天真的来了，不过今天下雨了。虽然下雨，但是外面不冷。上个周末呢，我跟朋友一起去了城隍庙旁边的古城公园。那个公园很小，应该就是旁边的市民平时去休息啊、运动的一个小小的公园。嗯嗯，花有很多，像上海现在有樱花节，还有油菜花的什么活动，还有桃花节，樱花肯定是跟日本没法比的。不过我还是想去看一下，因为没怎么看到过。清明节呢，我跟朋友约好了去共青森林公园。因为听说那边有花展，好像有很多种花。不知道怎么样，想去看一下。そうですね。不过好像你有花粉症、不能去。そうなんですね。なんか最近ちょっと上海では花粉症がないかなと思ったんですけど、なんか何かの花粉でちょっとアレルギーが出てるみたいですね。日本にいる人は今大変な時期だと思います。大家都要注意一下。はい、家の中でそうですね。花粉に逃げながら家の中で勉強するのもいいですね。はい、じゃあ今週の問題に行きたいと思います。お願いします。好的。听力原文。男，你选择男朋友的时候最看重什么？外貌、身高还是学历？女，这些我都不看重，只要他够幽默就行了。问，女的找男朋友时看重什么？选项 A， 幽默感 ；B， 外貌 ；C， 身高 ；D， 学历。はい、聞き取れましたか？ロンちゃん、ポイントの説明をお願いします。这个星期也不多。第一个是选择。很简单，選ぶ。第二个是最，最も，一番。第三个是看重，重視する，重く見る，大切にする。还有最后一个是够，这个是副词。副詞で形容詞を修飾し、一定の標準程度に達することを表す。日语的解释就是十分に、結構、以上です。比较少。そうですね。几乎都是单词的，所以上次叶老师也说过，四级新 HSK 四级五级的语法很少，对吧？そうですね。はい、今回もいくつかポイントとなる単語が聞き取れたら選べると思います。はい、日本語訳はですね、男性がまず女性に、あなたが彼氏を選ぶとき、重要視するのは何？って聞くんですね。見た目か身長、それとも学歴？聞いたら女の人は、それは全部気にしないけどユーモアのある人ならいいよって言うんですね。はい、で問題は女性は彼氏を選ぶとき何を重要視するかという問題でした。答えは何になりますか？幽默感。え。そうですね。最後に只要他够幽默就行了って言いますね。不过有一个朋友发邮件跟我说，只有幽默感也不行吧？そうだね。现在上海的女孩子眼光都比较高，长得要帅，学历要高，工资也要高，然后家境也要好，家境就是家里的经济情况各方面都要好。所以有很多剩女，所以呢大家还是眼光放低一点，不然的话嫁不出去了。そうですね。まあだんだん、そうですね、女の人も働くようになって要求がどん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 高くなってる。なかなか結婚できない人が多くなってきているそうです。剩女だいたい上海も30歳ぐらいで結婚しない人もいるんでね、たくさん。很多很多。日本と一緒ですね。上次看到新闻说，其实上海的剩女比剩男多。あ、女の人の方が、残ってる女の人の方が多いんだ。对的。なんでだろうね。男の人の方が人口多いよね。可能是女的眼光比较高吧。あ、女の人がなかなか要求に合う人が見つからなくて。因为男的压力比较大，很努力，但是家庭情况不太好，然后工资不太高，所以其实自己很想各方面都好一点，但是没有办法，对吧？なるほどね。男の人の方が妥協するのが早いのかもしれないですね。はい、まだちょっと友達に会ったら聞いてみたいと思います。はい、続いて天使への書き取りの問題ですね。お願いします。还有正确的人的名单呢，请看看我们的日刊。下面是天使，不要跪在地上。はい、もう一度ゆっくりお願いします。不要跪在地上。はい、日本語訳は、床にひざまずかないで。
ですね。这个单词好难读。跪在地上。はい、そうですね。这个单词的日语很难读。我说的是日语。日本語で、そうですね。この単語を結構間違えた人がいましたね。後でまた説明します。填写正确的朋友的名单，也看看我们的日刊。はい、今天的。別忘了。そうですね。はい。金曜日のメルマガの方に正解者を発表しています。最近多くなってきたので、ここでは読まないようにしたいと思います。じゃあ最後はロンちゃんからの中国語講座ですね。お願いします。今天我们说了日语的量词8個，对吧？因为我刚学日语的时候呢，就闹过这样的笑话。我今天也跟你说过了。比如说，你今天说买了两盒药，对吧？吃嗓子痛的药。然后一盒药我理解成了中文的一箱药，这个中文的一箱呢是很大箱，然后量很多的，但是日语的一箱是很小的吧？错了呗，所以不一样。大家应该都学过这个量词，不过我们是想提醒汉语初学者，就是刚刚学汉语的朋友，不要像我一样。そうですね。中国語だと一箱っていうと、こう段ボールに入ってる大きい一箱が、大箱だ。ですね。こう小さい、例えばまあタバコとか薬とかそういう一箱一箱っていうのは一盒っていうんですね。はい。日语没有这个量词和。そうだね。日本語だと両方とも小さくても一箱、大きくても一箱ね。あとは例えば一ダースとか。一打，对，中文是一打十二个。以前我们在录像中应该也介绍过，我还记得，一打鸡蛋，一打啤酒。はい、なんかこう注文するときとかに間違わないようにしてください。すごいちっちゃいのかと思ったら、なんかいっぱい届いちゃったりするかもしれないですね。特别是现在有很多我们这边也有学生在淘宝上买东西吧，特别要注意一下。そうですね、はい、一箱。間違えるとたくさん来てしまいます。注意してください。出た。はい、今週のメールはどうでしたか？听力全对。お、恭喜恭喜恭喜大家。下周也要和我一起加油。然后听写也还可以，只是有几位朋友把刚才说的“贵”写成了“桂花”的“贵”，或者是“价格贵”的“贵”。其实拼音还有声调都是一模一样的。但是意思完全不一样。所以呢，还是那句话，我们要根据前后文去确定要写哪个汉字，对吧？はい。HSK レズミの方はなんと全員正解でした。おめでとうございます。来週も、はい、頑張りましょう。今週のはちょっと簡単だったかな。大家都是很简单，很多朋友都是听了一遍或者两遍就答对了。すごいですね。はい。書き取りの方はこのひざまずくっていう字ですね。グイ。これを書き間違えておりましたね。高いっていうグイにしたり、グイリーのグイにしたり。桂花的桂発音は確かに一緒なんですけど意味が全然違いますね。やっぱりこれも前後の文章で判断して正解か正解じゃないか最後に確認するようにしてください。出た。はい、じゃあ今週はこれでおしまいですね。来週も見てください。再见再见。